みちおくんまはお元気でしょうか。3、4日前、まあ3、4日前じゃないか、1週間ぐらい、約1週間ぐらい前に、まあ障害を持ったお子さんがいる親の話をしたと思います。まあこれはあくまでも私の意見なんで、まあ前にね、障害を持った子がいるわけでもなく、障害を持った子の親がいるわけでもなく、私の想像でしかないんだけども、まあ、そういう私の意見を、まあ、お話しさせていただきました。まあ、あくまでもそういう中での私の意見なんでね、そんなんじゃないよっていうふうに言う方もいらっしゃると思うんだけど、同じ障害を持ってて、自閉症プラス知的障害を持っているので、その知的障害の度合いにもやっぱ付き合い方が全然違ってたりとかするだろうし、ね、多分その知的障害でも軽度、中度、重度、一番重いのと、まあ、最重度みたいな感じで、もう赤ちゃん的な言葉はほとんど話せない。で、感情、まあ怒られるかもしれないけど、本当に感情のまま動くままっていうような感じなイメージなのね、その最重度みたいな感じの。で、その上の重度っていうのは私の感覚では幼稚園児ぐらいかな、保育園3歳、4歳、5歳ぐらいで、中度ぐらいだと私の感覚っていうか、まあ想像でしかないんだけど、感覚としてはね、小学生ぐらい、小学校3、4年生ぐらいかなと思うね。ある程度意思疎通はできるだろうけども、それが、その本人の中で解釈できるかどうかっていうのでね、で、まあ軽度は、まあ軽度にはまた違うと思うんだけど、あんまりその多少あれっていうところはあるけれども、まあ、普通にこう意思疎通ができるっていうようなイメージ、あくまでもこれは私のイメージなので、専門家ではないので、あくまでも私の感覚、意見です、感想です。なので、まあ障害を持った方の親からすると、それは違うよって言われそうな感じもするんだけど、で、やっぱ正義感を持った人は、やっぱりさ、まあ LGBT も含めてなんだけど、差別とかそういうのをやめましょうって言って、そういう活動家じゃないけど、ね、その知的障害を持った人、障害を持った人の気持ちを考えましょうみたいな感じで、まあいろんなテレビだったり YouTube などでいろいろとね、やってる方もいらっしゃると思うんだけど、で、その中でやっぱりさ、活動家じゃなくてもちょっと正義感がある方なんかでね、まあその中でも、その方は、まあ周りにね、そういう障害を持ってなくて、持ってる人がいなくて、障害を持ってる子の親もいなくて、まあそういうネットの情報とかテレビの情報でしか、ね、接することがなくて、じゃあ、体感してみよう、体験してみようと
そういう、作業所だったりだとか、障害を持った人たちが集まって共同生活みたいなのをしているところに行ってみたら、かなり精神的にきついところに行くのかもしれないね。健常者と言っていいのか分かんないけど、普通に暮らしていると気づかないところが、障害を持った人と一緒に住んで行動してっていうと、もう普段ストレスがかからないところにストレスを抱えてしまったりとかは、まず意思疎通がね、こうままならなかったりとかするだろうし、意思疎通がね、できたーと思ったら、その次の瞬間から、これって何？みたいな感じになってて、また一から説明しなきゃいけないとか、そういうような感じのイメージだったり、ネットの情報だったりするから、そういうのは、もう、ほぼほぼ毎日、じゃないですか。毎日じゃないにしても、また繰り返しになってしまう場合もあったりとかしてて、だから障害を持った方の親御さんが精神的に削られてしまうのもそうだし、兄弟がいたりとかしてたら、周りのね、親の兄弟だったりとか近所の人たちが、親がいなくなった時にあなたが世話をっていうような感じで、見られちゃったり言われたりとするんだろうなと思う。親としてはそうならないために、そうじゃないよっては言っても、どっかでそういうふうに期待している部分はあるだろうし、そうならないためにそういう施設に行かせるから大丈夫よと、その手は組んでるから、手を組んでるかっていう言い方欲しいけど、そういうふうに道筋をね、言ってるから、あなたのその負担にはならないようにするから大丈夫よって言ってっても、そういう法律じゃないけど、そういう施設がどんどんと閉鎖に追い込まれてしまったりとかすると、結局はその兄弟の方に負担がかかってしまうんだろうなとは思う。実際にそういうのがあったりするみたいだよね。そういう作業場じゃないけど、そういうのが閉鎖になっていたりとか。ここ10年以降っていうか、この先大丈夫ですよって言われていた、そういう施設が、やっぱそういう行政とか、そこの施設の近所の方のクレームだったりとかで、やめざるを得ない場合もあったりとかするから、結局は負担になっちゃうね、兄弟にね。住んでるところの隣近所の方たちって、障害を持ってる子はいるよ、じゃあ協力しようねっていうふうに、その親が、1から10まで、説明をしに行ってて、理解があるところではあるにしても、その作業場があるところは、その1から10まで説明して納得してもらえてるかっていう、そうではないからね。だからクレームっていうか、廃止に追い込むようなことを、少々手荒なことをしてしまうのかなと思う。あくまでもこれは私の意見なんで、そうではない。
まあ、理解のある方たちが多いと思いますけどね。で、その分、クレーム、まあ、その分、その作業所の方たちの心配りっていうのもあるだろうし、その、購入させてもらうために、その、作業所から、こういうものが、まあ、見返りじゃないけども、こういうのを作りましたよっていうバザーみたいなのをやってたりとかしてて、開かれるような感じになってると思うんでね。で、まあ、その健常者の人がさ、そこに放り投げられるっていうかさ、その正義の人がさ、行ったとしても、まあ、心折れるだろうね。もう、なんだろうな。本人としては、障害を持った人が、ね、異性が働いているかどうかっていうのは分からんし、まあ暴力的な、その施設の人が暴力的になってしまう場合も分からなくもない。うん。こうしてね、ああしてねっていうふうに、まあ言ってるのかかわらず、そうじゃないことを、突拍子のもないことをしてしまったりとか、ちょっとね、口が悪い、言葉は悪いけど、で、そんな、もう、わかりやすくこう言ってるのかおらず、まあ、変な風にね、こう、ああっていう風になっちゃったら、まあ、その、お世話する方なんかも、精神的に折れてしまう、心折れてしまう。うん。で、やめてしまうっていうのは、なんとなくわかるような気がするなとは思います。うん。これは多分もしかしたら、その介護の方たち、ケアマネージャーさんだったりも、あるんじゃないかなとは思います。はい。以上です。